ヤニス・クセナキス。ヤニス・クセナキス、ギリシャ語、ラテン文字、ヤニス・ゼナキス、カナ表記によっては、イアニス・クセナキス、英語圏の発音では、ゼナキス、後半生を過ごしたフランス語圏の発音では、グゼナキとも、1922年5月29日から2001年2月4日は、ルーマニア生まれのギリシャ系フランス人の現代音楽、作曲家、建築家で建築と数学を学び、第二次世界大戦中にギリシャ国内で反ナチスドイツのレジスタンス運動に加わる。枢軸軍のギリシャ退去後に進駐してきた英軍と戦った際に、銃弾を受け顔の左側に傷を負い左目を失う。大戦後は独裁的新政府に抵抗する運動に加わるが、1947年にレジスタンス活動家に捕獲の危機が迫ったためにギリシャを脱出。アメリカへ亡命しようと立ち寄ったパリに定住した。欠席裁判で死刑が宣告される。1951年に禁錮10年に減刑。1974年のパパドプロス独裁政権崩壊によって、やっと刑が赦免されることになる。以後その生涯の大半をフランス国内で過ごす。目だけではなく、耳も機銃掃射の音で傷ついた。1948年より建築家コルビュジエの弟子として学び、ブリュッセル万国博覧会。1958年でフィリップス館の建設に携わる。このフィリップス館では、エドガー・バレーズの大作電子音楽、ポエムエレクトロニークが演奏され、後に自作の電子音楽を大規模施設で上演する際の参考となった。建築家としては、その後、インド・チャンディガルのプロジェクトやら、トゥーレット修道院などの設計で、コルビュジェを助け、独自の才能、アイデアを発揮する。モデュロール、黄金比を参考したコルビュジェ独自の比例配分、理論の発案、窓枠や格子のプロポーショナルな配置などについて、彼の数学的考案に基づくところが大きい。コルビュジェの弟子として働く傍ら、パリ音楽院にて作曲方法を学び、作曲に数学の理論を応用した方法を発案していく。1984年にはパリラビレット公園に建設予定のシテドラミュークの建築設計協議に同門のジャン=ルイ・ベレと参加している。晩年は1997年に京都賞思想芸術部門を受賞し、来日もしたが、すでに執筆原稿は高橋裕二の構成なくしては読めるものではなく、健在であることをアピールしたものの手の震えは止まらず、徐々にアルツハイマー型認知症に侵され作曲が困難となった。1997年に書いた作品に、オメガ、ギリシャ語の最後の文字と題名をつけ、作曲行為に自ら終止符を打ち、2001年にその生涯を終えた。全作品がサラベール社から出版されたが、彼への移植は、ほとんどが日本を含めた海外の財団及び個人からである。ギリシャ政府は、罪人として扱った彼に後日正式に謝罪し、凱旋帰国も実現したが、生涯のほとんどをフランスで過ごした。唯一の交渉の弟子にパスカル・デュサパンがいる。生涯を通じて多作であり、2001年に他界するまでに170曲以上を作曲するなど、現代作曲家としては異例の移植や演奏に恵まれたが、その過激なスタイルゆえ敵も多かった。一柳敏は、ジョン・ケージの影響を受けなかった作曲家などいないはずだ。しかし一人だけ例外がいて、それは、ヤニス・クセナキスであったと述べた。妻のフランソワーズ・クセナキスは作家。最近作のレガード、ノース・シーマン SE、サン・ファーメイ、ミオ、我らの、道々は閉じられているは、夫、ヤニスの晩年の闘病記をもとにした、詩小説である。なんとか、レッスン代を確保し、アルチュール・オーネゲルに指示するが、批判と文句ばかりで辟易して一回でやめる。この頃の作品は、自主撤回するなどした。オーネゲルからの言葉は、もっぱら技術へのクレームに終始したと本人は語る。落胆した彼は、その時期の作品を多く破棄したが、現在は、破棄を免れた数作のみ現存する。ピアノのための6つのシャンソンは、その時期の作品である。る。その後パリ音楽院でオリビエ・メシアンらに師事する。この時メシアンに、君は数学を知っている。なぜそれを作曲に応用しないのか。伝統的な修練は、あってもなくても同じではないかと言われ、その慧眼に強い霊感を受けた。そして数学で生み出されるグラフ図形をもとに、縦軸を音高、横軸を時間とみなし音響の変化を綴る形で、作曲したオーケストラ曲、メタスタシスを1954年に作曲し、ドナウエス信玄音楽祭で鮮烈なデビューを飾る。メタスタシスは3部よりなる管弦楽曲、アナステナリアの第3曲目であるが、あまりに作風が他とかけ離れて先鋭的であるため、これを独自に作品一とした。メシアンがオープンな感性の持ち主であることも手伝い、直ちにオーケストラ作品の移植が舞い込むが、これらの移植作も死の直前のヘルマン・シェルヘンが激賞。この激賞の経緯は写真にも収められ閲覧できる。その後も数学の論理を用い、コンピュータを使った確率論的手法、ピソプラクタより採用で多くの斬新な作品を生み出した。日本の作曲家、ピアニスト高橋裕二の協力を得て、室内楽や独奏でも、エオンタやヘルマなど初期から優れた作品を発表したが、特に管弦楽曲や電子音楽など多くの音群を自在に扱うことできる分野で、最も手腕を発揮した。中期の2つの傑作、会場内に奏者がランダムに配置される、管弦楽曲、ノモス・ガムマと、照明演出を伴う、電子音楽、ポリトープ、クリュニー、モントリオールなどいくつかの版があるで、彼の作風は一つのピークを迎える。日本の大阪万博では、響き花間、響き、花、間、1969年という日本語の題を持つ、多チャンネル60度の再生装置を伴う、電子音楽を発表した。その後、メタスタシス以前の終作に見られる、ギリシャの民謡に基づくアイデアを混合させた作品を手掛けるようにもなる。この分野の代表作では、音楽劇、オレステア、1965年、アカンソス、夜等がある。1970年代の作品では、方眼紙を用いた直感的なグラフ作法と天性のバルカン半島的な韻律に基づいた作品が多い。1977年には、電子音楽の作曲用コンピュータとして、ペンとタブレットで描いた線形が音響として反映される。アピックの開発を完了した。この頃は、ブーレーズと敵対したため、フランスから移植が全くもらえなかったにもかかわらず、世界中からの支援者から常に移植が舞い込み、それに全力で応えていたため常に最新作は問題の嵐あった。ピアノのためのエブリアリはメシアンとロリオの激賞を受け、弟子にはこれをマスターするように勧めたと言われている。ロストロポービチ国際チェロコンクールのために書かれたコットスは課題曲という枠を超え、世界中のチェリストによって今も名を引き継がれている。この時期ドイツボンのベートーベン賞をピアノとオーケストラのためのエリフトンで受賞。L の伝説などの電子音楽は全面的にグラフで作曲しており、これは同郷のアネスティス・ロゴテーティスの影響が大きいが、器楽曲や声楽曲は定量寄付で常に作曲していた。例外に打楽器ソロのためのサッファがあるが、これは大きな問題になり、世界中の打楽器奏者はこれをすべて五線紙に直して演奏したため、クセナキスも後年にはすべて五線紙に戻っている。ブラウン運動からヒントを得た非合理時価を互い違いにかけるアイデアは、メシアンが実現させたアイデアだったが、メシアンが単なる付随効果として使用したのとは、対照的に、クセナキスは、オーケストラの全声部に適用させて、数十段でやるという技法を手にし、これらのアイデアで1980年代の作品は、音楽的密度も潤うことになった。音色が単一である場合は複雑性が知覚の限界を超えてしまうために分かりづらいが、オーケストラ作品では、複数の楽器に明け渡されるために、可聴域の限界を超えた音色が展開される。このため録音が非常に困難であり、オーケストラ作品の音源定期リリースは、没後にハイレゾの音響設備を備えたスタジオが整備されるまで長らく行えなかった。挑戦性も顕著で、4セーブで書かれたミスをピアニストのロジャー・ウッドワードにクリアされたことがわかると、ピアノ協奏曲、ケクロプスでは6セーブを要求し、彼の手でもクリアできるかわからない、手に余る結果となった。中期以降は、聴覚的に平易な瞬間が増えるにもかかわらず、演奏が容易ではないために、批判者を生み出すことになったが、できる限り癖なきその意思に、忠実なコンピュータリアライズで、正確にすべての音符を打ち込んだ CD もリリースされている。最晩年までグラフを用いた硬派の作曲法は手放さなかったが、ランダム出現がなされる音の時間については16分音符のグリッドをあらかじめ書いておいたから、その中に音符を目分量で入れるといった技法も多くの作品で使われている。活動末期にはアルツハイマー病に羅漢し、徐々に脳を蝕まれるとともに作曲能力も衰えていった。しかし本人は作曲を継続した。アルツハイマー病に苦しんでいた彼はどこから作曲したか完全忘れることが多くなったため、前作の素材を切り取り次の作品に生かす再作曲を1990年代に入ってから行っていた。キアニアではホロスやアケア等の自作が再利用されている。1990年代に入ってからはリズムの単純化が一層顕著になり、また作品の時間が徐々に短くなり始めた。ドナウエ信玄音楽祭の新作には大きな賛辞が飛んだが、舞台上には現れず客席で会釈したのみであった。晩年の管弦楽曲では自身の持ち味であった数学的な規則性の応用どころか、過去の自作曲すら全く再利用しておらず、トーンクラスターによる音高の羅列しか使用しなくなっていた。1997年にはついに作曲能力の低下が限界に達し、オメガと名付けた作品を発表して、自身の音楽活動に終止符を打った。1999年に音楽に全く未知の領域を切り開いた、類稀なる業績を祝して、ポーラー音楽賞を受賞したが、2年後の2001年の2月1日から、昏睡状態に移行し、その3日後に死去した。翻訳された書籍を含まない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。